ロックインジャパンフェス2022の3日目8月11日にバンプオブチキンが出演しました。見に行ったので報告しますね。こちらが当日のタイムテーブルです。バンプオブチキンの出演は19時25分からです。こちらはグッズ売り場です。当日の出演アーティストのグッズを買うことができます。こちらがバンプオブチキンのグッズ売り場です。 バンプの売り場だけ他のアーティストの売り場から少し離れたところに孤立していました。こちらはアーティストグッズギャラリーです。当日発売している全アーティストのグッズが展示されています。こちらがバンプ・オブ・チキンのグッズです。今回のフェス用に新しいロゴマークでデザインされています。こちらはお客さんが自由にメッセージをかけるボードです。 バンプ・オブ・チキンへのメッセージもたくさん書いてありました。バンプ・オブ・チキンは夜からなので、それまでの間は、他のアーティストの演奏を見ることができました。夜の本気ダンスさんは、ライブの最後の方で、バンプの涙のふるさとを少しだけ歌っていました。キューソネコカミさんは、バンド名の意味はバンプ・オブ・チキンとほぼ同じです、と言っていました。スミカさんは、 就職するか迷ってた時に、バンプの出演していた年のフェスに来て、ステージに立ちたいと思った。と言ってました。マキシマムザホルモンさんは、私たちバンプオブチキンは、天体観測が趣味です。など言ってました。いよいよバンプオブチキンの時間です。バンプが登場するまでの間、ステージのビジョンには、今回のロゴも含めて、3つのロゴが順番に映っていました。ザ、 フューノはクイックワンホワイルヒーズアウェイの曲と共に、バンプオブチキンが登場しました。藤原さんがギターを掲げ、拍手が起こります。1曲目、アカシア。シルバージビリーと同じくアカシアからライブが始まりました。太陽がなくたっての歌詞のところでは、藤原さんは夜空を指差しました。こんばんは、バンプオブチキンです。一日楽しかった俺たちも仲間に入れてくれよ。 と曲の感想で藤原さんが言いました。2曲目、K。すべて詰め込んでの歌詞を全部詰め込んでと歌っていました。3曲目、天体観測。始めようか天体観測を始めようぜ天体観測と歌ってました。シルバージビリーの時にお客さんが歌うパートの今も一人追いかけているの部分は声が出せる日まで空白にして残しておくと言ってましたが、 今回のライブでは藤原さんが歌ってました。MC。朝から暑かったでしょ。一人一人が気をつけなきゃいけない話ではあるけど、みんなで助け合って体調気をつけてください。こんばんは、バンプオブチキンです。短い時間だけど、みんなと一緒にこうやって、音楽を共有できている時間を大切にしていきたいです。最後まで楽しんでいってください。このステージは、俺たちの前はホルモンだよね。 なんで少し笑ったのバッキバキにぶち上げた後に俺だみたいな暗いやつでごめんね。次やる曲は朝ドラの曲だから明るい。四曲目、七色。七色の演奏の後、藤原さんからスタッフへ。スタッフの方、盛大に水をこぼしちゃった。ごめん。蜂蜜入ってるからカブトムシとかカナブンとか来ちゃうかも。五曲目、クロノスタシス。六曲目、花の名。 僕がここに置く歌はあなたと置いた証拠でが、僕が今日置く歌はあなたと出会えた証拠でに。僕だけに聞こえる歌があるは、僕だけに聞こえる声があるに。僕だけにあなただけには、僕だけに僕らだけにに。そして曲の最後の。僕だけに聞こえる歌がある、僕だけを待っている人がいる、あなただけに会いたい人がいるは。 僕だけに作れる歌がある。僕だけに作れる声がある。あなたとだけ作れる夜がある。に貸し返して歌われました。MC。楽しんでる俺たちも楽しませてもらってます。どうもありがとう。あと2曲になっちゃった。もっとやりたいよ。最後まで心を込めてやるので、最後の1秒まで楽しんでってください。七曲目。聞いたことあるようなないようなイントロが始まりました。始まって五秒くらいで、 藤原さんが演奏をストップさせました。増川さんのギターの音が出なかったようです。ハイストップ、音が出ない、音が出ないこともあるね。今、音出たね、出るね、嘘じゃないね。最後の1秒まで楽しんでってください。7曲目、才能人応援歌。8曲目、オーロラ。オーロラが終わると、バンプオブチキンはステージを開けました。 すぐにアンコールの手拍子が始まりました。また、スマホのライトもつけ始めて、会場がスマホのライトで埋め尽くされました。今回のフェスグッズを着たバンプオブチキンが再登場しました。9曲目、レイ。アンコールどうもありがとう。もう一曲付き合ってくださいと言い、最後の曲が始まりました。丸ツ三角の歌詞のところで、丸ツ三角の光線が映し出される演出は、 フェスでもしっかりやりましたよ。シルバージュビリーでは空白となった、生きるのは最高だの部分は、今回は藤原さんが歌いました。MC。ロッキン3年ぶりだったのかな俺たちにとっても3年ぶりの夏フェスになりました。運営の皆さん、照明とか、ステージとか、動線とか、飲食とか。フェスを開催までこぎつけたスタッフの皆さんに拍手をください。 ここ数年音楽というエンタメは厳しかったけれど音を出すことをあきらめなかった今日のステージに立ったミュージシャンに拍手をください<手>君たちと僕たちをつないだ音楽に拍手をください<手>なんでフェスができたかわかりますかなんで音楽が死ななかったかわかりますか 聞きたい人がいるからだよ。聞きたい人がいるから音楽は生き残れたんだよ。ふすを取り戻したのは君たちです。君たちに一番大きな拍手をください。声は出せなかったけどアーティスト全員は、君たちがいるだけでハートにエネルギーをもらったはずです。明日明後日も使うステージに蜂蜜こぼしてすいません。 拭いいたら大丈夫だと思います汗かいたと思うので暑いからいいや」じゃなくて「電車のエアコンで体冷やすと残りの夏が大変になるので汗拭いて着替えあるなら着替えてお風呂に入ればいいよ僕もそうしますありがとうバイバイおやすみこのあと火上がるらしいから一緒に見ようね」。そう言って おちゃらけた動きをしながら藤原さんははけていきました。花火が上がって終わりです。